まあ、自分一人で踊り踊ってるなって言ったんですよね。でこういうとこみんな気にしてやってるから、あ、持たれちゃってるんだから、これ持たれちゃってるんだから、自分が一人で一人、まあ、こう持たれちゃったらしょうがないんだけど、こう持ちに来たらんだったら自分が一人でこういうふうにやってるって、そういうふうにやりたいの。だから一人でこういうふうにやってるとか、一人で一挙運動やってるとか、そういう一人で船漕ぎやってるとか、そういうことをね、そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと思うの。みんなこういうとこやっつけようと思ってこうやってやってるから、ダメなんだよね。自分でこうこうやって、ああっちですかって、そう、上ですか下ですかって、そう、でここ関係ないんだよね、ここあんまり。で一人でやってるように、一人で一挙運動やってるね。そしたらこういうふうに回ってきた、そしたらたまたまいただけ、彼がいて、そういうつもりでやってるね、こういうふうに。で自分はまっすぐいても いなくても関係ない、そういうふうにやることを、そういうことをね、そういうことを、なんていうのかな、意図してっていうな、それで今日やってみようかなと思うんですね。で、じゃあ転換からやってるんですけど、転換からこういうところ気にしないで、こうね、あ、全然気にしない、こういう気にしない、気にしない、こう気にしないで、こう、いいですよ、失敗してもね、失敗しないとわからないってジュエ先生言ってんだけど、失敗しないとわかんないから、だからこうやって来たら、あ、いけねえ、あ、これは失敗だって思ったらやめて、で自分がこう関係ない、そういうふうに思うとできると思うんで、じゃあ少し転換からやりましょう。人ってさ、気にする訓練されてるから、こうやって持たれると話したくなってちゃうんだよね。ここから動かして、こうやって話して、こういう練習してるから、で持たれてって彼は持とうと思ってるんだから、ここと拒否することになっちゃうの。そうじゃなくて、自分はこういうとこ関係ねえよって思ってるんだけど、まあ思ってないのかな、わかんないけど、まあ何しろ持たれても関係ないってことで、離れてたらやられちゃうの。自分が遠いとやられちゃうの。やられちゃうってのはこういう原理だから、てこの原理だからね、近い方がいいの、近い方がこう近い、そしてこう相手の視覚に入っていく、で近い、その方がいいじゃないですか。でいろいろその原理を使って合気道ってやってんだけど、こう離れてたら、いや、力がなんていうのかな、強い方が勝っちゃうわけだから、力抜いて自分が近いで視覚に入る、そして下落とすで近い、こう離れてない、近いと何もできないんだよね、彼はね。自分の体重を支えてる、なんていうの、鉄棒でギュッてやってで自分の体重を支えてるのと同じだから、離れてるとここ持ってかれちゃうんだけど、近いと持ってかれないよ。ほら、全然、ほら、ね、そういう感じでしょ。もう引っ張っても全然平気。あ、縮めてきても全然平気。ここに拮抗してると来ちゃうの。でもここ来てないんだから、関係ないの。近いの。こういうふうに近いの。そうすると力が出る、自分の力がね。こう離れてたら、やられちゃうんだよ。だからそういう原理っていうのを利用して合気道っていう技があって、でここはあんまり競わないって、もう競う練習してるから、みんなこう離れるとこうに離れて、離した方が強いんじゃないかなと思ってるけども、実際はこうに入ってる、そして近いで、こう場所をもらってる、そしてこう近い、こう近い、こう離れてるとね、やられちゃうから、で近いってことね。そういうことを練習しましょうって話で、こういう横目打ちなんかはすごく難しい。こうみんなこういうふうにこう打ってきたって気にしろよって、それで当て身入れましょうって、そういうふうにやってるけど、こう別に関係ないので、こう上がってきてるだけで、自分の姿勢がこうね、ただこうやってきて、あ、来て、じゃあ
じゃあ来て来て、こうやって来て、そして自分の姿勢がね、自分の姿勢がこうやって来て、こうやって来て、こうやって吐いて、こうやってこうやってやってる、そういう形でしょ。こっちやって、こっちこう来て、こう起きてこう、全然影響ないんだよね。彼は影響してる、なんていうのかな、自分に影響ないってこと。彼の行動は関係ないの。かすってきただけで、彼は関係ない。そして自分の姿勢が大事だから、自分がまっすぐで、こういうふうに来て、こう来て、でここにいるからね、こういうふうに落としてきた。そして上がってきたら、こうやって上がってきて、そしてこういうふうに出てきた。自分の姿勢に関係ないじゃないですか。こうやって来て、こうやって来て、でここいるから、こう、彼は関係ない、自分が大事だから。相手じゃなくて自分だってことね。自分でうまくいかないのはこういう、こう、そしてこういうふうに落としてきた。そしたらこういうふうに来た。で離れてなくて近い、そしてこう、そういうふうに練習した方がいいと思うね。だからまあ横面から、それでいろんな形があるからね。それで横面からこういうふうに練習、そして下落とす。で横面から下落とす。こう横面から、こう全然関係ない。それで下落とす。そういう形でね、ちょっとやってみようかなと思って。だよね。そう、こうやって横面関係ないね。関係ない。そうか。おっかない顔して打ってくるんだけどね。まあそういう、じゃあそれでちょっと横面でね、自分のしてまっすぐでやってみましょう。原理いろいろあるって言いましたけど、これ線でもらってないとね、線でもらってないとこうなっちゃうの。自分に、なんていうの、彼の思い通りになっちゃうの。だから線でもらってるか関係ないの。線でもらってんの、線でもらってんの関係ないの。自分は関係ない。でみんなこういうふうに線が 5でやると、こういうふうに受けたくなっちゃうので、受けたらこう来るんだよね。こういうとこ足来るんだよね。だから線でもらってんの、線で。こうそうしたら関係ないよ。それで落としてだけで、自分の姿勢はまっすぐ、そういう感じにした方がいいと思う。それでまあいろいろ、まあいいよ。もうじゃあこういう片手取りとか両手取りとかやったけど、こういうのもね、関係ないの。こう関係ないの、自分は関係ない。こう片手取りで来てんだよ、こういうとこに沿ってたら、あ、来ちゃうんだよね。だから競わないの。こう自分がまっすぐが優先、一人で踊ってるのが大事って言ったんだけど、そういう呼吸法やって、こうか。彼は勝手に受け身取ってるんだね。関係ないの、こう止まってたらブレーキかけて、自分の姿勢には関係ない。で、それでこういう技があるから、こういうところと付き合わないで、こう関係ない。そういうふうにやった方がいいんじゃないかなと。で片手持ちでやってもこういうところ来るとやられちゃうから、入り身投げの時は後ろ入ってで通り抜けて、でポカって、関係ないよね。後ろってこっち来て、こう来て近づいて、でこう四角から、そういう感じで、自分の姿勢が大事だってこと。あんまり気にして、待って、気にしてないっていうか、彼の気にしてるといつまでもそこで競争するからね。競争しない練習で、どういう練習がいいか分かんないんだけど、それは数をやってみないと分かんない。それで競い合わないってこと。競い合わない、競いたいのは山々なんだけど、競い合わない方が楽なの。そう回ってくるから、上から下、そういう風にね、やった方がいいと思うね。で片手持ちでいろいろやって、片手持ちでまっすぐで、自分がこうに自由で、ここまっすぐ、気にしないで後ろ入って、でこう来て、こう気にしてないのね、全然。
そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思うね。じゃあ少し入り投げと彼の拠り所が欲しいんですよね。だから拠り所にすると僕が拠り所が欲しいと彼の拠り所になっちゃうの。だから拠り所は作らないことなので、作らないってことはどういうことかっていうと、彼がいてもいなくても関係ないっていう、で一人で踊ってんだっていうふうに思ってるの。だから関係ないの、関係ないの、ほら関係ない、で関係ないの、拠り所してないの、拠り所してるとこうなって、拠り所して OK 外してってやるんだけど、拠り所してないんだから、こうやって拠り所してないの、こう寄り所してないの、そしてこういうふうに来てこうちょっと人がね、あのそういう感じだから、寄り所しないように、相手の寄り所、こう寄り所、あそうじゃないじゃん、寄り所、こういうところ寄り所しないの、自分がいなくなって寄り所してないの、そして入ったら寄り所してないの、そしてこういうふうに入って寄り所してると、寄り所してるとこういうふうにやってる、ダメだよね、寄り所してないの、寄り所しないの、こういうとこ寄り所してない、触られないようにしてる、で触られたら終わりだっていうか、ギュッて力入ったらもう終わり、それでもう自分はもう死んじゃったと思ってんの。だから触らないで、こう触らない、こうね、触らない、触られた時は終わりだと思ってるから、そういうふうに思ってやった方がいいんだよね。それでこう自分の後ろを取ってるって、そのほうが大事。そしてね、こうじゃあ拠り所にならないっていう方向でいろいろやってみましょうか。じゃあどうぞ。拠り所作らないって言ったんですけど、拠り所ってのは自分の拠り所なの。ってことは、死人は藁をも掴むっていうけど、崩されちゃ嫌だから拠り所が欲しいわけ。例えばまあいいや、したらしょうがない、いや入り投げでもいいや、やって、なんかやって、いやそう入り投げ、こう拠り所があるとこういうふうに来て、こういうふうに持っちゃうので、だからやられちゃうの。こういうふうに来て、こういうふうに来て、こう来て、こうせっかくこういうふうに来て、でも寄り所があるとね、やられちゃうの。やっていいよ。そう寄り所があるんだよ。寄り所があるからこういうふうに。あの、だから寄り所作らないっていうのは、こういう手。寄り所がないやつ。そうそう、やる。寄り所がないの。わあ、死人が、そうそう、寄り所がないと倒れちゃうの。よりどころがあるとこういう支えにして、よりどころをこういうふうに持っちゃうの。そうするとよりどころがあるとやられちゃうの。でもこういうところがないんだから、こういうところないんだから、こう、ないやって。で、倒れざるを得ないの。よりどそういうことね。だからよりどころを作らないってこと。相手に対してよりどころを作らないで、こういうふうに話してる。こう崩した手をこういう持ってない、やられちゃうから外したらもうすぐ体側につけて、でだからもう外してこう寄り所してないので、こういうふうにやって、こう寄り所したいよ、彼はしたいけど、なるべく離したいの。離したい時は自分の近くにこういうふうに寄り所してないの。そういうふうにやった方がいいと思うんだよね。だからそれはもう稽古でしかわからないんだけど、あのだから受け身のいい人、寄り所したい人っていう、受け身の人は寄り所して、あお前寄り所になっちゃったよって、あの言われないように、そなんていうのかな、そのこう寄り所してたらやられちゃうんだから。だから寄り所しないで、そう寄り所しないで、こういう感じね。じゃあそういう感じで、もう少しじゃあ寄り所しない練習。掴まれたら終わりだと思ってるから。じゃあ投げたら相手の方をこうやっつけたら勝ちとか、そういうふうに思ってないんですよね。だからこう自分が安定してる方が
で自分が一人でこうやって踊り踊ってるっていうかな、そういう形の方がいいと思ってるの。だからこういうふうに投げようと思ってないの、投げようと思ってないの、だからここ見てないの、別に自分の姿勢の方が大事なの。だからこうやってやってさよならって、それで自分が安定してればそれいいの。投げて勝ちじゃないんだから、投げて勝ちじゃん。こうやってさよならで、さよならってそういう感じでしょ。で自分が安定してる、これ勝ち。でも自分こうやって投げようと思ったら、こうやったら負けってのは自分が安定してないから、安定してないでこうやってやったらもらっちゃって、でもさよならしてこれは勝ち、そういうふうに思ってんの、思ってた方がいいので、今度は足だから、そのために足が必要、間合いが必要、そのために足が必要で、足を使っていろいろこうにさばいてさよならね、足をさばいてでさよならで、こういうところ気にしてると足が止まってやりたくなっちゃうから、足を動かしてこういうふうにさよなら、自分が安定するのが問題だから。だからこうやって傾いてこうやってやるんじゃなくて、やっつけるんじゃなくていいよ、別にこうやって来て、こうやって来てさよなら、足を2歩ぐらい歩いてるよね、2歩ぐらい歩いてるよね、2、3歩歩いてる、そういうふうに練習してみましょうかね。こういうふうに歩いてこういう内側入んだったらこうで、自分が安定してることが大事だから、で掴まれちゃったら終わりだと思ってるから、掴まれないようにこういう感じ。じゃあもう少しあの足を使って、まあいろいろ技はやってもいいけども、あの自分が安定していることを目標に少し。飯野君がいろいろ言ってくれたんだけどね、あの僕は例えば転換だとかっていうと、向こうへやってるでも他の競争してる人たちはやりたいと思ってるんだけど、僕の同じようにやりたいと思ってるんだけど、タイのやってないの、やってないでタイやりたいだけ、やりたいけどできねえやって、そういうふうに思ってるの。でも僕との違いはね、彼が言ってるのはだよ、僕との違い、僕は本当にあっちやってんだよって、そういうふうに思ってるので、他の人はやりたいんだけどやれないの、やりたいだけたいだけだから、やってないからやれないので、そういう違いがあるっていうふうに言ってるのね。だからあの確かにそうだねって言ったんだけど、僕はこう やりたいのよ、そして上から下持っていきたいっていうか、持っていくと思ってんの。でもやりたいけどできないっていうふうに思ってんですよね、他の人たちはね。だからこう競ったらダメよって言ってんだけど、いやそういうふうにできれば一番いいよねって思ってんだけど、僕はこう競わないでこういうふうに足を自由にして動きましょうねって、そういうふうに言ってんだけど、やりたい人はこうやってんだけど、やりたいんだけどできないっていう、そういう話だから、やってんのその違いだけなの、違いだけ自分が安定してっていうのが問題だから、で力入れられたらやられちゃう。だから力入れないようにと思ってるの、そして安定してるの、安定してる自分が安定してるのが正解っていうことね。じゃあもう少しだらっと5分間ぐらい自由に動いて、あのいろんなことを今まで習ってきたことで、そういうね、あの本当に投げたいと思うんじゃ、投げたいじゃないの、あのなんていうかな、長いんだけどね、あの合気道歴が長いんだけど、それはやってないと分かんないんだよ、なかなかね。最初は僕も投げたいと思ってたので、やっつけたいと思ってたので、強くなりたいとかそういうことあるじゃないですか。でもそれを捨てないとダメなので、自分の安定だってことが気がついたの、だからそういうふうにやってんの。
みんなに話してるの。だから、いや、安定してるの、安定してるの、関係ないの、他人は。そういうふうに思ってなきゃダメ。こうやってやりたいよ、安定してやりたい、でも やれないっていうのはじゃなくて、安定してるのが大事なんだよって、そういうふうに思ってるの。まあ、そういう違いなんだけどね。まあ、そういうことで、じゃあもう少し、あと5分ぐらいあります。絶対的なので、よりどころしないとかそういうのは原理だから、いろいろ学ばなきゃいけないんだけど、稽古やってるうちに学んでいくことなんだけど、そういうことをやっぱりよく分かってて、でたくさん稽古しましょうっていうのと、全然分からないで知らないで競い合いで、そのうまく経験さえ積み合う、自動的にうまくなるんだと思ってたら大きな間違いだから、だからそれはそのそういうことを言ってることを分かって理解してってことね。そういうことあんまり競わないとか、近くの方がいいですよとか言ってるんだけど、まあそういう話だから、で相対的な強さよりも絶対的な強さを求めてるから、自分がまっすぐ安定してるのが一番大事で、殺されちゃったら終わりなんだから、殺されないように、まあそういう話。じゃあ終わりましょう。はい、ありがとうございました。よし。